フィリップ・フィル・ブラウンは、イングランド、サウス・シールズ出身の元サッカー選手。右サイドバックを務め、18年に及ぶ選手キャリアで、リーグ戦では600試合以上に出場しているが、トップリーグでのプレー経験はない。しかし、監督として2008年のチャンピオンシップのプレーオフを、勝ち抜き、ハルシティを、クラブの104年の歴史上で、 初めてとなるトップリーグ昇格へ導いた。現在は FC プネーシティの監督を務めている。ノースイーストで学生生活を送り、科学はオリンピック選手のブレンダン・フォスターから教えを受け、彼はブラウンにサッカーよりも陸上をするように進めた。サッカー選手としてはサウスシールズのサンデーリーグでプレーを始め、プロサッカー選手としてはサイドバックとして、 ハートリプールユナイテッド、ハリファクスタウン、ボルトンワンダラーズで多くのキャリアを過ごし、最後はサム・アラダイスが監督を務めていたブラックプールでプレーをした。ブラウンはブルース・リホの勧めにより、選手としてボルトンに在籍している時からコーチングライセンスの取得を目指し始めた。ブラックプールでサム・アラダイスのアシスタントコーチを務めたのがコーチとしては、 初めての経験であり、現役引退後に、コリントッドのアシスタントコーチとして、ボルトン・ワンダラーズに戻った。1999年に、トッドが監督を解任され、サム・アラダイスが公認につくまで、監督代行として5試合で指揮を取り、4勝を挙げた。それからブラウンは、監督としてのキャリアをスタートさせるまで、アラダイスの下で6年間アシスタントコーチを務めた。 ブラウンの正式な監督としてのキャリアは2005年7月、ジョージ・バーリーの公認としてダービーカウンティで始まった。ダービーでは良い成績を収めることができず、リーグ戦でコベントリーシティに6から1、FA カップ4回戦でコルチェスター・ユナイテッドに3から1で連敗を喫した2007年1月に監督を解任された。ブラウンが去った ダービーは19位であった。2006年10月27日、フィル・パーキンソンが監督を務めるハルシティのトップチームのコーチに就任した。春は低迷し、リーグで22位に沈んでいた2006年12月4日に、パーキンソンは監督を解任され、ブラウンはコリン・マーフィーと共同で監督代行を務めることになった。 代行監督の下で春は6試合で4勝1分けの成績を残し降格権を脱し、2007年1月4日にブラウンは正式な監督就任のオファーを受けた。チャンピオンシップでの戦いと昇格ブラウンはタイガースを残留させることに成功し、翌シーズンは2008年5月24日にウェンブリーで行われたチャンピオンシップのプレイオフ決勝でブリストルシティに勝利し、 クラブを創設から104年で初めてとなるトップリーグ昇格へ導いた。ブラウンは紛れもなく人生で最良の日である。と喜びを語った。プレミアリーグ2008年8月16日に行われたフルアムとの開幕戦に2-1で勝利し、トップリーグでの初勝利を記録した後にクラブから3年間の新たな契約を提示された。 2009年9月28日には、エミレーツスタジアムで、アーセナルに2から1で勝利した。アーセナルが、エミレーツで敗北を喫したのはそれまで一度しかなく、春のプレスは、クラブ史上最大の勝利であると称えた。翌週には、最下位のトッテナムホットスパーに1から0、ウエストブロムウィッチアルビオンに3の0で連勝するなど、好成績を残し、 9月の月間最優秀監督に選出された。コースタートを切ったが、シーズン途中に失速し、残留を決めるのに必要な勝ち点を得ることに苦しみ、厳しいシーズンを送るとともに、ブラウンはいくつかの論争となる出来事に関わった。2008年11月に0から5で敗れた。 ウィガンアスレティック戦の最中にとった行動により FA から千ポンドの罰金と厳重注意を受けた。2008年12月26日に行われたマンチェスターシティ戦のハーフタイムにはチームのパフォーマンスに不満を持ったブラウンが多くの観客の目に留まるピッチ上で選手を鼓舞するという行動に出た。FA カップのニューカッスルユナイテッド戦ではブラウンが ニューカッスルのアシスタントコーチのクリス・ヒュートンを罵倒した後に、ジョーキニア監督と口論になり、両監督ともに退席処分となり、ブラウンは2500ポンドの罰金と厳重注意を受けた。2009年3月17日に行われた FA カップのアーセナル戦では、試合後にセスク・ファブレガスがアシスタントコーチのブライン・ホートンに唾を吐きかけたと主張したが、 2009年5月22日にセスクの潔白が証明された。また、ブラウンはアーセンベンゲルが前の対戦後に握手を拒否したと非難した。リーグ戦のアーセナル戦後にはマイクライリー審判に対して不適切な発言をしたとの疑いがかけられ、ブラウンは3度目となる2500ポンドの罰金と厳重注意を受けた。 2009年5月24日のシーズン、最終戦のマンチェスターユナイテッド戦では0から1で、敗れたものの、17位で、プレミアリーグ残留を果たし、ブラウンは、クラブの歴史にとっても、経営的な観点から見ても、最高の功績であると述べた。試合終了後にはピッチに繰り出し、マイクを手に、スループジョンビーを歌った。2009年の夏には、マイケル・オーウェン、 フレーザー・キャンベルの獲得を試みたが、両名とも契約するには至らなかった。ブラウンは、聖オロフィンジャナ、レンタルで、ジョジー・アルティドールを獲得し、カメル・ギラス、スティーブン・ハント、ポール・マクシェイン、マイケル・ターナーが、サンダランドに移籍したため、移籍期限終了間際にストークシティからレンタルで、イブラヒマ・ソンコを加え、2009年1月にも獲得を、 試みたスティーブン・ムヨコロを獲得することにも成功した。2009年9月3日には自由契約でヤン・フェネ・ホール・オフ・ヘッセリンクと契約を結んだ。2010年3月13日に行われたリーグ戦でアーセナルに1から2で敗れ4連敗となりチームは降格圏に沈み2010年3月15日にブラウンは 監督を解任された2011年1月6日、プレストンノースエンド FC の監督に就任した。ブラウンは、カレンと結婚し、ジェイミーとソフィーの二人の子供を授かっている。両親のロニーとペギーもサッカーファンであり、サンダランドが、ひいきのクラブである。陸上の長距離選手であるブレンダン・フォスターが、恩師の一人である。ハルボス。 フィル・ブラウン・テイクス・オングレート・ノースラン・チャレンジデイリー・ミラー2009年6月5日ブラウン・アイ・ウォーリー・イット・ウィル・ゴー・ティーティー・エス・アップ・ザ・サンユー・アー・エーディス・グレース・ブラウンセズ・バージェスブラック・プール・ガ・ゼットマネージャー・ブラウン・ギブン・ザック・バイ・ダービー・ハット・ダフェンエス・プライド・イン・タイガーズハル・デイリー・メールハル・シティ・マネージャー フィル・ブラウン・ファインド・アンド・オーンド・オーバー・フューチャーコンダクト・バイ FA ・ FA ハット・ブラウン・メイクスエキシュビジョン・オブ・ハル f o, o t b a l l バー・エル・エ 365.com マンシティ5から1ハル BBC スポーツ2008年12月26日ジョー気ニアフィル・ブラウン・シー・レッドワーズ・アズニューカッスル・エグジット・ FA カップハット・ FA ・フィネス・ブラウン・フォー・タッチ・ライン・ローハット・フットボール・イン・ブリーフ セスク・ファブレガス・クリアド・イン・スピッティング・ディスピュートハット・ FA、プロブス・ファブレガス・スピッティング・ローアーセナル・ S、セスク・ファブレガス・アキューズド・ブ・スピッティング・フィル・ブラウン・ハズエース・パッドウィズ・アーセン・ベングル・ハット・フィル・ブラウン・ファインドオーバー・アーセナル・レフェリー・コメンツハット・ハル・ボス・ブラウン・リーズ・ザ・シンギング BBC 2009年5月24日ハルシティ・リーブ・マネージャー フィル・ブラウン・オブ・ヒズ・デューティーズ、BBC スポーツ、2010年3月15日。ブラウン・ウィンズ・マネージャー・オブ・マンスプライズ、BBC スポーツ、2008年10月10日。ありがとうございます。